おはこんばんは。It's Saigon the Brand。で、今日は久しぶりに朝から出かけて、うん、なんていうのところ、ワシントンファーマーズマーケットに来てます。うん、で、ここは結構なんかここら辺だと一番大きいところらしいね。多分なんかいろんなお野菜とか果物とか、あとなんかその今秋のシーズンだから、そのパンプキンのデコレーションとか。うんうん、あとまあいろんな植物とか持ってる人いたから、植物とかも売ってると思います。ね、うん、ね。何は何がデコレーション。何を探したい？デコレーション。うん。Okay. なんか秋っぽいものとか、うん、あと来週はハロウィンじゃん。だからなんかハロウィンで使えそうななんかそのデコレーションとかあったら買ってみたいなと思う。やりたい。今日ね、二人とも一緒の服なんだよ、色違い、ね、去年買ったユニクロのやつね。そうそう、でズボンも黒だから、そうそう、まあ、二人でちょっと遠こうやってね、うーって取れたらいいんだけど、外でそうだね。じゃあ久々に外をブラブラしますか。はい、行こうか。とマスク、これユニクロのマスク、うん、ね、エアリズムのマスクエアリズムのマスク、毎日してるマスク。そう、毎日マスクしてるね。マスクしましょう。このカバンかわいいね。ね、これプレゼントだったじゃんね。ファンの人がくれた。そうそうそう。しんちゃんのカバン、これもプレゼントだったね。じゃあ行きますか。はい。今日は10度ぐらいでしょ。そう。寒いわけだ。最初これ中にね、 T シャツ着ないで着てたんだけど、ここのボタンが肌に当たって冷たくて耐えられなくて中に T シャツ急遽着た。それこれいつもなんか下インナー着てるよ。それ。そうね。それがいい。裸で着たことないですね。でも裸で着ると気持ちいいんだよ。なんか寝巻きをなんかモコモコ着てる感じだから、そっか、それが好きなんだよね。風が冷たいね。寒い。かなり。昨日まで結構暖かかったのに。ね。道を渡ります。はい。よし。何買おうかな。楽しみ。何買おうかな。ね、さっきね、ちょっと車で通った時見たらデコレーション売ってたからね。あ、本当？見たの？ちっちゃいパンプキンとか置いてあった。もうマフラーの時期か。首元が寒いの嫌だよね。ね。ね。でも首元が暖かいと全身が暖かいよね。そうだね。だから全身今寒いね。なんかサインとかすんの？普通にもう普通に適当に入っていいの？ん？じゃない？見て、かぼちゃね。いくらするんだろうね。面白い形のかぼちゃも売ってる。ね。8ドルってことか。うん、かぼちゃね。これってさ、どうやって作るんだろうね。勝手になるの？勝手になるでしょ、これ。すごい形だ。これすごくない？なんか、ね、魔女の花がいっぱいついてるって感じ。ね。ね。やっぱ紫コーン。そう。インディアンコーンっていうけど。なんか買いたいお野菜とか決めてんの？果物。適当？うん、適当にただ見て、なんか欲しいものがあったら買おうって感じ。オッケー。フルサイダー売ってるよ。本当だ。フルサイダー一体のも売ってるよ。1個買おうか。買う？うん。どれ？2番目の。ハロー。We just have one of these medium sized ones. Yeah, $5. Whatever. Take cards. We do, yes. Thank you. Did you want a receipt sent to you? That's all right. Okay, thanks a lot. Thank you. Yeah. かわいいサイズ。かわいいね。どこのリンゴとか書いてあんの？おはようだよ。おはよう。飲むの楽しみ。ね。ハチミツ見てみる？はい。何のハチミツがいい？まあ美味しそうと思ったやつでいいんじゃない？ね。はい。はい。これ何これ？何コン？何コン？そのまま食べれるよ。え、食べてみたいかも。いいよ。買う？うん。これこのままサクサク食べていいの？うん。食べたことないの？ない。不思議。いろんなね、スケンドがあるね。これはハニースティック。ハニースティックも知らない？知らない。中に
中に蜂蜜をあって食べるやつだよ。どういうこと？これにする？いいんじゃない？ OK。I will take these two. What do you want to receive? Nothing. Yeah, you can use it for a whole bunch of stuff. You can saute it. You can pickle the stems. That actually ends up being really pretty. You can use the bigger leaves as salad wraps, but it works well in soups and stews. I like just sauteing it with like turmeric, cumin, a bit of garlic and onions, and throwing some like chickpeas and grains in there. It's really comforting. You want to buy this? Want to try? Yeah. Okay. Okay. We'll have some of that then, and What is this? I don't want a whole one. I just want to try it. すごい綺麗だね。ね。デコレーションなかったね。何見たの？いや、多分あの蜂蜜の見て、ここから見るとデコレーションっぽく見えない。デコレーションはあれだけだね。あのカボチャとか。カボチャそうね。餅ドーナツがあった。食べてみたいね。はい、これいろいろここで買って、家買って帰ってトライするの。うん、いいね。でもまだね、まだいっぱいある。またまだ買いそうじゃない、ね、お腹いっぱいになっちゃうね。Sorry, we ran out of the pumpkin spice just now. Sorry. So yeah, we have matcha, kinako, or pumpkin bread pudding. I want to try matcha and the kinako. Okay, sure. That'll be $8. Thank you so much. Thank you. You want a baggie? That's okay. You're gonna put it in there. Okay. Great. Take care. Thank you so much. Yeah, have a good night. Have a good night. おやすみって言っちゃった。はい。とりあえずいろいろ買ったから、うん、一旦家に帰ります。はい。で家に帰って今日買ったものの紹介と、うん、あとはちょっとあの蜂蜜をね食べるのが楽しみなので、うん、食べてみたいと思います。はい。そうしましょう。はい、じゃあ家に帰りましょう。はい。ただいまんぼー。ただいま。ただいま。じゃあ買ってきたものを早速紹介します。はい。お野菜いっちゃう先にじゃあ。いいよ。野菜。うわ、ひんやりして冷たい。お。はい。カラフルじゃない？茎が。ね、綺麗。これなんかそのお店の人曰くピクルスここ切ってさピクルスにもできるし、あとはここをなんか使ってお鍋もできるし、あとなんかそのサラダとか、あとラップする巻いて食べたりとかできるって言ってた。すごいね、うん、ね。今回の一番の自分の目玉商品おいしそう。蜂蜜。逆にしてた逆にしてた蜂蜜です。蜂の巣と一緒にねある、ハニーランファーム、これなんて名前なのかな。この商品自体はこのハニコンっていう、ハニコンか。これちょっと全部 あの商品紹介し終えた後にちょっと食べてみたいと思います。はい、それと一緒に普通のこのね生蜂蜜も買った。それも食べてみようか。これをね、あ、そうね、これお茶とか、あと生姜と一緒に飲んだりするよね、うん、お湯で。そう、風邪ひいた時とかいいよね。ね。はい、これは私チョイス。はい。アップルサイダーです、うん。ちょっと中くらいのサイズを買いました。はい、顔よりもちっちゃいです。先週ね、ちょっと残ってるものがあるからね、先週のもので。うん、美味しいんです。あとは、このパンも買った。うん、なんか、ライパンで、なんか、発酵、何年か発酵してるチーズと、ビーフ、うん、あ、牛肉が乗ってるパンです。牛肉乗ってんの？そう。ドーナツもね、買ったよね。餅だって。ね、ちょっと日本のドーナツみたいな感じだよね。うん、美味しそう。気になる、なんかもちもちしてんのかな。きな粉と、あと抹茶。じゃ、うん。食べてみようか。うん、ね、どれ食べてみる？どれ？蜂蜜？蜂蜜ちょっと食べてみたいんだよな。スプーンで食べる。おお。ちょっと納豆の匂いがする。
発酵してる感じ。ちょっとする。みんな食べたことあんのかな。よいしょ。うまそう。どう？うん。はちみつ。濃厚。でもこのハニーコーンってやつ、うん、が、なんて言ったらいいかな。もちもち？なんけど、噛み応えがある。体にいい気がする、うん、美味しいね。喉とかにも、うん、か紅茶とかと一緒に食べるといいかも、うんうんうん、美味しい。うまい。めっちゃ美味しい。ピクルスが入ってる、うん、中にね、うん、マスタードも入ってるって言ってた。なんかすっごい不思議だけど、なんかマック食べてる気分。マスタードのせいじゃない、うん、マスタードとピクルスとあとなんだっけ、牛肉、うん、とパンじゃん、うん、あとチーズ、うん、なんかハンバーガーみたい。なんかおいしい。おいしいよ。けどなんかその似てる味がする。まあ分かんなくもないよ、うん、きなこシナモンドーナツ。はい、もちもち。もちもち。うん。俺の指食べちゃう。うん。ね。本当だ。なんかポンデリングみたい。でしょ、そう思った。はい、はい。お腹もいっぱい、心もいっぱいですね。はい。そうです。はい。じゃあ今日の動画はこんな感じになります。はい。もう登場してないね。そうね。えい、ちょっとだけ登場、はい、ここに行ってくださいよ。はい、んはい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 、バイバイ。手が取れちゃうじゃん。取れちゃう。はい、じゃあみんなもファーマーズマーケット行ってみたいとか、あと、うん、美味しそうと思ったらぜひ高評価の方とチャンネル登録お願いします。お願いします。あとはコメントと概要欄の SNS ブログ、グッズ、あと郵便先のチェックお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。